はい、今ね、国道140号線を左折しました。まあ、こちら方向にあるらしいんですけど、まあ、ちょっと待ってね。邪魔になんないところにね。まあ、寄居町です。はい。まあ、八潟歴史博物館に今、行こうとしています。もう案内表示板が出てるんで、まあ、見落とさなければね、まあ、行き着くと思うんですけど。ああ、寄居駅の入り口なんだね。あ、左ですね。なんかね、こういうの見ようときだと大変だよね。城跡マヨド入り口、まだ真っ直ぐでいいのかな。あ、綺麗な川ですね、アマヨド。駐車場のマークがあって、まあ、左に行きなさいってことですね。まあ、道なりですね。はい。歴史博物館。どこですか？右ですね。勢いよく来るね。間違えてませんよね。ずいぶん難しいとこなんだね。こういう時こそね、まあ、ちょっと慌てないで、ね、はい、ここを右折しますよ。これは逆にあれですね、まあ、帰り道が大変そうですね。まあ来た道に戻れないっていう習性があるから、ああ、三つ鱗
通路湖ですね。小田原放置場。日陰はないかな。まあ、車をいたわるためにもね、日陰がいいんですけど。はい、到着しました。じゃあ情報収集しましょうね。こっちへ帰るんだな。皆さんどっちから来たか覚えてますか？左折しますよ。まあ、この道がね、294号線らしいですよ。今の時刻はね、1時半になろうとしているところです。そうだな、3時半。3時半には着くかもしれませんね。補助信号灯だって。まあ、予告信号灯だね。あれ、こっちでいいのかな。ルームかなり直射日光で暑くなってたんじゃないかな。まあ日陰がないからね。いい街、違った歩道橋。まっすぐでいいんですか？あれ、30号線になっちゃってる。30号線はどうしましょうか？
かな。ちょっとわかんないね。こんな場所来るとき通りましたっけ？上の道は何なんですかね。この上の道は広い道ですから、なんとか行けそうですけど。いけませんね。はい、140号線ですね。まあ、本庄の方から来たんで、まあ左折ですね。荒川だね。玉淀大橋。まあ、意外と荒川という川がね、まあ、静かな流れで、まあ、綺麗な水でなかなかいい、ね、川ですね。あ、ここで254に出るんですね。わかりました。皆さん254っていうと分かりますかね。まあ神田富岡の方に、まあ下仁田か、うん、あ、ちょっと違ったかな分かんなくなっちゃったですよ。なんかハリウッドみたいだね。名水と歴史の寄り、まあ、そんな感じ。あ、これは車線はこっちの方がいいですね。藤岡本庄254。どうだろうな、バッテリー持つかな。まあできればね、まあ、群馬県の皆さんも、まあ、八幡城、埼玉県なんで、あまり道にね、まあ、詳しくない方が私を含めてたくさんいらっしゃると思うんで。はい、動き始めましたよ。もう黄色になっちゃった。でもやっぱり県が変わると
まあ、街並みっていうか、まあ、雰囲気も変わりますよね。まあ、微妙な違いなんですけどね。はい、どうにか青になりましたよ。ここはあれなんだね、信号があまり右にとって短い感じなんだね。だからあまり行けないんだね。もちろん254ですよ。かかっちゃうねー。いけませんねー。はい、まあ本当はね、せっかくの遠出なんでね、まあ計画的にね、まあ何軒か、まあ、回りたいんですけど、まあそうするとまた負荷がかかっちゃって精神的な負荷と体力的な負荷がかかっちゃってまあいけないかなと。田山かたいさんっていうのは意外な人でしたね。まあ布団とかね、まあ布団とか、まあ布団とかまあ布団しか知らないんだね。あ、田舎教師か、田舎教師、まあ代表作2作。まあ群馬県の人はね、まあ、田山かたいさんはかなり知ってるんですよ。怒る文豪田山かたい、まあ上毛かるたなんですけどね。でもどうなんでしょうね、他県の人から言うと田山かたいさんなかなか知名度が。深谷市に入りましたね。なんかね、カルタのイメージだとね、まあ、なんか怖そうなまあ気難しそうなっていうかな、まあ典型的な文学者かなみたいな。はい、なおも直進ですよ。あ、引っかかるね。小玉スイカなのかな、ヨリースイカかな。城南観光バス。より八形町と玉淀の町、はい、ここから三郷タウンですよ。猪俣の百八堂、国指定受刑、民無形文化財。まあ無形なんで、なんか夏祭りに何かを携えるみたいな、そんな感じなんでしょうかね。あ、馬頭村。ああいった馬頭村もいいよね。何気なくね。その代わりね、走って見つけてもね、まあ危ないから止めらんないんだよね。
31本庄藤岡小玉254、まあちょっと直進でいいような気がしますね。別にね、本庄を必ず通らなきゃいけないってわけじゃないんで、藤岡方面経由で、地高線か何かなのかな。大沢小学校北ですよ。15キロ、まあほとんど本庄を経由しても変わんないと思いますね。投げ捨て禁止だ。群馬県内ではね、あまり投げ捨て禁止っていう、なんていうか、まあ、看板はね見ませんね。ペットのね、まあ糞尿とかそういった感じになってしまうんだけど、でも尿まではしょうがないと思うけどね。ブルーベリー園、美里町ですね。なんか名前があれですよね、美里町っていうのはいい感じがしますよね。まあ美しい里ってまあ書くんですね。ゲスで禁止。遺跡の森総合公園。変わると全然聞いたことのない、まあ、地域名が出てきますよね。ファームだって。
ントシアニンとかね、まあたくさん含まれてるんで健康にはいいんですね。群所類獣ですかね。はい、本庄市に入りましたよ。あ、ガリガリ君だ。赤木ファクトリー。ここで作られてるんですね。254。道なりに右ですね。行っちゃうと行き過ぎですよね。まあ、せめて富士岡。はい。まあ、大天白っていうもんかね。よくね、群馬県の表示板にはですね、ローマ字表記があってですね、まあ、読めるんですけど、で、こんな感じでね、飛行機が飛んでますよ。生の、あ、生のって読むんですね。イクノって言うんじゃんよね。小玉町、吉田林。今回は切らなくても大丈夫そうかな。
14号線藤岡方向ですよ。880円だって。わあ。よいしょ。はい。長浜町来た。ここが上川町になるんだ。金沢大師だって。ああいったところもあれよね、行ってみたいよね。厄除け交通安全、車で6分左。まあ行かないですね。すごい。まあ、上川町はね、一度来てるんですよ。ビッグチェイスの上川店っていうのがあってね。まあレトロ。まあレトロじゃんけどね。はい。ビッグチェイス。上川店。まあ出来たてのね、まあおうどんだったんで、まあとっても美味しかったですね。まあタイミング的に良かったですね。まあ、もちろんね、まあ上川店の方も長ネギのサービスありました。まあ、おまけにね、まあ梅干し。まあ、ご自由にということで、まあ、2つもいただいちゃいました。あんまりね、普段はね、梅干しはね、まあ、あればね、まあ、1つぐらいいただくんですけど、なかなかね、まあ、汗をかいてますんで、
塩分の補給はいいのかなと。はい、了解し、道の駅上川、オアシス上川。でも不思議ですね。なんか、まあ、上川町ね、まあ、2度目ですって、まあ、言ったと思ったらね、まあ、ビッグチェイス上川店の場所でした、まあ、覚えてて言ったわけじゃないんですよ、まあ、たまたま出てきたらそこだったなんて、ね、藤岡直進ですよ。なんて読むんだろうね。元アホ元アホ。梨畑がいっぱいあるのかな。上川町を出てね、上里町です。入れるかな。おー、高山車が出てくるんですね。 8.8 キロだって。この川がね、神奈川。
藤岡志賀、富岡義井。これはあれですね、藤岡市街でいいような気がしますね。まあいいや。きっとね、新町っていうとね、17号に出るんですよね。ここはね、直進してね、撮りたいけど、まあいいや。なるほど、ここへ出るのか。県ですね。ピアゴだって。食品医療。シワヤ旅館。ああ、高崎は左になってるんだ。どうしようかな。4丁目左。なるほど。右の方がいいのかな。なんかそんな気がするよね。これ難しいよね、このなんていうか場所的に。わかんないよね。ね、30号じゃないでしょ、23号でしょ。17号、まあ、30号かなと思ったら間違えちゃった。
でしょう、この鉄塔は。市役所ですね。ここの左側ですよ。こうなったらもう素直に、まあ、17号線に出た方がいいと思いますね。行けるかな？なんかすごい工事中になってるね。あ、黄色になっちゃったね。道の駅があるんだね、900メートル先に。なんかスタンプラリーで藤岡のやつ出したんだけど、まあ、当たりませんでしたね。群馬の森近代美術館歴史博物館。
丈夫かな。中次郎大木、地元の名士なんですかね。出るのか。なるほど。はい。13号線に、合流しましたよ。これあれかな？直進の方がいいのかな？まずかったのかな？17号乗っちゃいましょうか。食べちゃったもんね。おお、びっくりしたい。うまく合流できますか？いないですね。嬉しいですね。もうガーッと行っちゃいますか。新柳瀬橋。
17号で行っちゃってもいいんだけど、環状線入りますか。環状線に入るときはね、まあ、右車線にいた方がいいんですよ。右折ですからね。だからここら辺からみんな右折車線に、右車線に行くよね。長野まで戻ってますよ。はい。なんか右車線の人たちはスピード出すよね。なんか勘違いしてるよね。スピード車線だと思ってんすかね。だから後ろから猛スピードで来るから入れないんだよね。どうしてそんな猛スピードで走るかな。ね、こうやって危ないでしょ、後ろからね。本当嫌だよね。なんか勘違いしてんだよね。それだって信号で止まってるんですからね。それが分かんないんだよね。最初から2車線で入ってようかな。車線変更で入るのが大変だからね。消えちゃうかな。あ、消えないね。長いね。あ、今消えた。今消えた。微妙なタイミングで消えちゃうよね。よりによってそのタイミングが。
もう少しサービスしてもいいよね。今日は運転しましたね。まあしましたねってまだ進行形なんですけど。あ、ダメだ。もうぼちぼちいいですよね。あんまり長くしても大変なんでね。はい、それではご視聴ありがとうございました。まあこんな感じで運転してんですよ。さよなら。